正直回すって言わない。多分回すのはそのあのルンバとか。あルンバ回すの、ルンバ回すってこういう意味じゃない？俺多分ルンバ回してって言われたら多分これを思い出すんだけど、ルンバ回してってなると。そういうの嫌なんで、ゴミを漁ったりあちこち勝手に開けたりしないでください。はい。そう苦情を言ったら次の人は大雑把で四角い部屋を丸く吐くような人で、チェンジしてもらってその次もまたチェンジして、案外難しいなと思っていたら、森山さんが、お父様の方の森山さんが、はい、うちの娘は掃除に長けていると熱心なプレゼンを。すごい長かったんだけど、セリフが。俺が知らなさそうな表現って何だと思う？丸く吐くみたいな。おー、すごい、よくわかったね。それと、実はもう一つあるの。掃除に長けている。そう、長けている。すごいな、よくわかるね。え、なんでわかるの？まずは、あの丸く吐くっていう表現が出てきたんだけど、僕ね、掃除のことを他の人と喋るチャンスがあんまないよね。いくらだって日本語ができても、あの例えばマリアと、あの昨日さ、なんか床を履こうと思ったらみたいなことをあんま言わないじゃん。だから実はね、こんな日本語を喋れるように見えて吐くっていう表現が分かんない。吐くって何？だってなんか床をこうペッペッ。そうそうそう、だから俺の感じでもそんな感じなの。あの吐くって聞いたら意味分かんないけど、今カレンちゃんが言ったように、まあ床をこうペッペッっていう感じなの。何をするのを吐くっていうの？ほうきで、うん、例えば道に落ち葉とか落ちてるじゃないですか、うんうんうん、それをほうきをほうきで集めて、うん、吐く。もう掃除機で吐くとは言わないから、多分ほうきを使って。あーなるほどね、あの掃除機では吐くとは言わないんだ、うんうん、雑巾とかは雑巾で吐くっていうの？あ、雑巾では吐くって言わないんだ。あ、じゃあ吐くっていうのはあのピチャル、韓国語のピチャル、ピチャルってわかる？ほうき、ほうきのことをピチャルっていうの。ピチャル、うん、だってだからさ、みんなもさ、韓国語ここまで喋れてもやっぱ掃除関連の用語ってあんま分かんないんだよね。あのほうきってピッチャルっていうの、だからピッチャルでスルダ、スルダって分かる？スルダ、だからほうきであの床に落ちているゴミなどをこうかき集める行為をスルダっていうので、それが多分ハクなのかなと思ったんだよね。多分ね、雑巾で拭くっていう表現は分かるの。拭くぐらいは分かるの。あれはもうよく拭くしね。しかも、あの、雑巾などでなんかテーブル拭くとかはよくするから分かるんだけど、やっぱこうね、ほうきで吐くっていう行為自体をあんまりやらないから、だから分からないんだよね。四角いね、ところを丸く吐くっていうから、あー。で、しかも想像しなきゃならないし、その光景を。はーみたいな感じで想像しなきゃならないからね。じゃあ掃除に関する表現ちょっと紹介してみてください。こするとか。こするって何？知らない。こする、例えばカビとかがあるじゃないか、なんかカビね。あ、カビが、わかった、こする、わかった。あの宝くじとか買ってなんかこう、あのこうこするやつあるでしょ。で、あれもこするって言うじゃん。そうそう。だから、くった。だよね。くった。え、違うの？削るじゃないですか。え、削る、こするって言わないの？あれ。難しい。削るはなんかこう、表面にくぼみができるぐらい、こう、ものを押し付けるけど、こするはなんか、その汚れが落ちるぐらいしか。うん、あ、わかった、こする、わかった。そうだ、削るとは違う。こするって こんな感じなんだよね。これがこするだよね。あー、そっか。いやー、難しいな、こういう表現。なかなかね、日本人とこする話をすることはないからさ。なんか、この間あれこすってみたとか言わないからさ。なんか難しいな、こういうの。
擦る。でも掃除するときって擦るんだ。何を擦ればいいんだろう。汚れを。汚れを、汚れを。なんか汚れ、まあ、俺多分汚れだったら拭き落とすとか多分言うと思う。なんか自分が知ってる範囲のボキャブラリーで喋ろうとするから、あの汚れだったら多分ちょっとあれ拭き落としてとか多分言うかもしれない。なんかまたある、なんか掃除用語。磨く。あ、磨くね。う、うん、まあ、ま、窓磨くとかね。窓磨くとか、まあ、床を磨くとかね。そんな感じ、磨く。あの掃除機は回すでいいよね。さっき、あのさきこちゃん掃除機って言ったじゃん。かける。かける。え、掃除機って回すって言わないの？うっそ。俺よく言うんだけど、あ、掃除機回してって言うんだけど。あ、それ間違い？掃除機回すって言わない？多分回すのはそのあのルンバとか。あえ、ルンバ回すって言うの？私は言います。あー、そうなんだ。俺ルンバないから分かんない。え、ちょっと待って、これ韓国語の和訳なのかな。韓国語では掃除機を回すっていうの、돌리다、청소기돌려って言うんだよね。청소기、청소기、掃除機ね。청소기돌려って言うの。だから俺今までずっと掃除機回してって言ったの。掃除機は回すもんじゃないんだ、かけるなんだ。ちょっと回そうよ。掃除機だったらエンジンが入ってるから、エンジン回すっていう意味で掃除機回してっていうの。じゃあ日本人に例えば掃除機回してって言うと、なんかこんなイメージなの？掃除機をこう回すイメージなの？マジか。俺今までずっと言ったのに掃除機回してって。あ、じゃああれは韓国人の感覚なんだね。え、ルンバは回すっていうの？ルンバ回すの？ルンバ回すってこういう意味じゃない？俺多分ルンバ回してって言われたら多分これを思い出すんだけど。ルンバ回してってなると逆にルンバだからこう思っちゃう俺。え、ルンバって何なんて言う？サイクちゃんルンバある？ないね。うん、だから俺もわかんないの。え、カレンちゃんは？ほらほら、ルンバない人わかんないのだから。え、ま、マリアさんなんて言う？ルンバ回してって言う。なるほど。なるほど。あのルンバの会社にちょっと聞いてみなくて、ルンバの正しい、あの使い方の言い方は何ですか？だからなんかこういう表現ってさ、すごい難しいなと思うんだよね。こういくらこう言葉が喋れる人間でも、その状況のことをあんまりね使ったことのない人にとってはすごい難しいから、うん、ちょっとでも掃除用語をあのいろいろ勉強させてもらいました。ありがとうございます。何々に長けているっていう表現は、ね、何々が上手だっていうことだよね。先生は日本語に長けているからので、うん、この人嘘つけない人、この人嘘つけない人。